ジョシュア・アダム・ドナルドソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、エスカンビア軍ペンサコーラ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。愛称は、ブリンガー・オブレイン、ブリンガー・オブレイン。高校は、地元のペース高等学校に進学したが、チームメートから厄みによる嫌がらせを受けたため、息子の才能が潰されると危惧した母によって、親友の PJ。 ウォルターズがいた80マイル離れたアラバマ州のフェイスアカデミーに転向する。高校時代は野球では投手と遊撃手として活躍し、ゲーターレードの選ぶアラバマ周年間最優秀選手に選ばれた。また、フットボールとバスケットボールでも活躍し、フットボールでは1シーズンのインターセプト数の高校記録を更新し、所属するカンファレンスのオールスターゲームで MVP を とった。オーバーン大学在学時の2007年、MLB ドラフト一巡滅遺法で、シカゴカブスから指名され、保守として、プロ入り。オークランドアスレチックス時代2008年7月8日に、マット・マートン、エリック・パターソン、ショーン・ギャラガーと共に、リッチ・ハーデン、チャド・ゴダーンとの4対2のトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。2010年4月30日に、 カートスズキの故障者リスト入りに伴ってメジャー初昇格し、その日のトロントブルージェイズ戦に代打としてメジャー初出場。翌日の5月1日の試合で、ナ内ブランドの初球を叩いてメジャー初安打を2点本塁打で飾る。5月中旬にマイナーに戻り、9月の後半にもメジャーで出場し、この年は計14試合に出場。 2012年に2年ぶりのメジャー昇格を果たす。8月以降は、ブランドン事に代わって3類種のレギュラーとなった。シーズン全体では75試合に出場し、打率こそ241という定率に止まったが、3試合に1本の割合で長打を放った。後半戦だけで見ると、オプス0.845という成績を残し、中軸打者のレベルに達していた。 2013年は不利なカウントでもボール球に手を出さないスタイルを貫いたことで支球が大幅に増えて出塁率でアリーグ6位となる384をマークしたまた2012年には低かった打率も301まで上昇37二塁打24本塁打を放ってリーグ10位の93打点を記録したこの活躍が評価され シーズンオフの MVP 投票では4位にランクインした。2014年、自身初のオールスターのメンバーに選出された。レギュラーシーズンでは158試合に出場し、打率は255だったが、32塁打、20本塁打、90打点のラインを2年連続で突破した。29本塁打は、アリーグ9位、93得点は、同8位、98打点は、 同10位と主要な打撃部門のいくつかでリーグベスト10入りした。MVP 投票でも2年連続ベスト10以内となる8位に入った。2014年11月28日にブレット・ローリー、ショーン・ロリン、フランクリン・バレとケンド・ール・グレーブマンとの4対1トレードでブルージェイズへ移籍した。2015年は 開幕から好調を維持し、前半戦終了時点で89試合に出場して、打率。293.21本塁が60打点という成績を記録した。この活躍ぶりから、オールスターのファン投票では、両リーグ最多得票の約1400万票を集めて選出された。救援明けも好調を維持し、チーム百六十試合目までは打率。三百兆を維持。 最終的には3年連続で158試合に出場し、打率297.41本類が123打点、オプス0.939という成績をマーク。自身初の個人タイトルとなる打点王を獲得したほか、得点、ルイダス、ギヒの各部門でもリーグ1位となり、ホセ・バティスタ、エドウィーニ・エンカーナシオンの2人と共に35本類が110、 打点トリオを結成した。ポストシーズンでは、テキサスレンジャーズとのディビジョンシリーズで、打率こそ、222ながらに本塁打を放ち、4打点を挙げた。続く、カンザスシティロイヤルズとのチャンピオンシップシリーズでも1、本塁打を放ったが、打率は、261だった。シーズンオフ、シルバースラッガー賞とアリーグ MVP のタイトルも、獲得した。 トロントブルージェイズ時代2016年5月15日に起きたレンジャーズ戦での乱闘で暴力行為を行ったとして17日に MLB から罰金処分が課せられた。レギュラーシーズンでは155試合に出場し打率28437本塁が99打点という成績をマークした。2017年8月20日のカブス戦でキャリアで 初めて遊撃手で先発出場した。この年は序盤の右ふくらはぎ通による離脱の影響で113試合の出場に止まり、規定打席にも届かなかったが、オールスター以降にリーグ最多の24本塁打を放ち、3年連続で30本塁打をクリアした。2018年はシーズン開幕直後にレッドアーム症候群が明らかになり、 カズジアイは DH で起用された。4月13日に肩の炎症で故障者リスト入りして5月初めに復帰するも6月1日に今度は左ふくらはぎの針で再離脱。2018年8月31日に後日発表選手とのトレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでのリハビリを経て9月11日の タンパベレーズ戦で復帰。この年は、左ふくらはぎの故障の影響により、通年で52試合の出場で打率。246、8本塁打に終わり、連続100試合出場と2桁本塁打が5年連続で途切れた。オフに FA となった。2018年11月26日に、アトランタブレーブスと2300万ドルの単年契約を結んだ。 2019年6月10日のピッツバーグパイレーツ戦で1回の打席でパイレーツのジョーマスグローブより支給を受けたことに激高し、止めに入ったエリアス・ディアスを突き飛ばしたことから両チームから選手が出て乱闘となりマスグローブと共に退場処分を受けた。11日に1試合の出場停止処分を受けたが異議を申し立てた。最終的に155試合に出場して打率。 259、37本類が94打点の成績を残した。守備面では DRS15 がリーグトップを記録。カムバック賞に選出された。オフの10月31日に FA となった。2020年1月22日にミネソタツインズと4年、総額9200万ドルで契約を結んだことが発表された。オプションとして、 総額1200万ドルの出来高が含まれ、2024年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際には800万ドル支払われる。背番号は24。シーズンでは右ふくらはぎの負傷によって28試合の出場に止まり、ポストシーズンも欠場した。5歳の時に、父月罪を犯し16年間服役することになったため、 母親リサとの母子家庭で育てられた。学業態度は真面目で家に帰ると真っ先に宿題を終わらせ、成績評価はすべて A か B だった。ヒストリーチャンネルのドラマ、バイキングのファンで、ドラマの第4シーズンには、ハースカルド役としてゲスト出演も果たしている。愛称のブリンガー・オブ・レインは、歴史ドラマスパルタカスの主人公スパルタカスの故障に、ちなむものである。 ありがとうございます。